おいおい、やばいやばいやばいですよ、これは無理でしょ。いいよいいよいいよ。あ、すいません、ご迷惑おかけしました。どうもトラビスジャパンです。なんか TJ ポーズだ。はい、突然ではありますが、はい、我々トラビスジャパン、こう令和の時代に活動するグループですが、はい、このままでいいんでしょうか。え、何問いますよ。何問いますか。これまで諸先輩方の作り上げた功績、歩んだ道をおざなりにしてませんかって言ってんです。してないしっかり通してちゃんと通ってるね、はい、ということでこちらの企画をやりたいと思います。昭和生まれのゲームを平成生まれのメンバーで令和に遊ばなよ。さっきまでの先輩のくだりは何？ありません。なんかね、膨らみ、まあ、あの昭和のゲームで、はい、今日は遊んでいきましょうという企画です。楽しい企画です。早速やっていきましょう、はい、レッツ昭和のゲームをレッツ行ってみよう。さあ、ではまずはこちらのゲームをやっていきます。今から39年前、昭和56年の1981年に発売されたチクタクバンバーでございます。チクタクバンバー、全部生まれてないね。こちらの目覚まし時計が置いてありますね、はい、この目覚まし時計、実は動きます。この溝を沿って、自走するこの目覚まし時計を動かし続けるというゲームです。まあ、我々7人で協力して一周続けて、この卓上をぐるぐると回らせられるようにやっていきましょう、はいはい、協力してやっていきましょう。はい、じゃあ早速やります。いいですか。やろう。俺らならできるぜ。できる。じゃあ、まあ、まずは足なんだよ。誕生日企画一本前にやったんだ。確かに。からこういう並び順番でこのままいきますか。一周やってみよう。意外と難しそうだな。いきますよ。難しそうだな。難しそうだよね。よーい、スタート。おーい、いいよいいよいいよ。一周しなくちゃいないから。チェンジ。おお、なるほどね、そういう手もあるの。あ、いいいいいい。お、いいんじゃない。意外とチーチー早いな。おいおいおい、いった。え、早いね。次行きやすいでしょうか。はい、でもさ、一周はいけたね。ちょっとノルマ高くする。あれ、早いでやってみればいいんだよ。あ、じゃあこっちのスピードで一周やってみる。じゃあ逆にしてみますか、順番。そうだね。オッケーオッケー。ちょっとさ、ごちゃごちゃにする。ちょ、チーズや、やっぱ思いやりなかったんじゃない？何が？行ったり来たりあったじゃん。はい。で、チームやとチーズやがさ、だいぶ強めに当たってたよね。おいえごめんねって言ったのに、うん、あんまり良くない。平和に行きたいんで、うん、昭和ならでは危ない。昭和ならでは昭和ならではない。昭和やっぱスタート。壊れるって壊れる。逆回りなの。オッケー、やめてやめてやめて。いいよいいよいいよ。おお、動くね。やったやった、これやった。おお、ね、いいね。あれ、これ結構やばいんじゃないの。お、頭いい、それは。うぜしょうがないやば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 い
出さないといけない。あーあーあっ待って今のはダメだって。あちょっと待って、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 ああ、審議だ、審議だ、審議だから。あれさっきの落としたやつで審議だ、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 お前だわ。猫、ネジ1個外れてるもん。そうだよ、なんかこれえさっきのやつで、どれ、うわ、結構大事そうなネジよ。え、やった。あ、行った、行った、行った、あ、やった。あ、じゃあ、俺が手で動かす。やべえ、編集で手で動かしてやる。マジやったもん。じゃあ頑張っていきましょうか。頑張っていきましょうね、ノエルさんから。はい、よーい、スタート。いいよ、いいよ、いいよ。あ、早い早い早い、遅い。いいよ、ね、よいしょ、いいよ、いいよ、結構いいよ、よいしょ、いいよ、いいよ。待つくらいこう、待つくらいこう。いいよ、いいよ、いいよ。キリリリン。あ、あ、いいね。やばいやばいやばい。辛辣だね。すいません、ご迷惑をおかけしてます。では続いてのゲームお願いします。はい、こちらのゲームはですね、今から34年前の昭和62年1987年に発売されました、ブタミントンと言います。おー、生まれる前にね。はい、押すとですね、鼻から空気が出ます。この形の豚型のラケットを使いまして、相手陣地にこの真ん中の球を落とせたら1ポイントです。なるほど、なるほど。3点先取で勝利でございます。はい、まあ、今回ね、4チームに分けたいんですよ、2221です、いつものパターンなんですけれども。はい、私はね、寂しいよね。はい、決まった、お前だよ。はい、いや、でも俺、腹の上でジェンがやられてるから。それはさ、あっちだ負けたチームは罰ゲームがございます。うわー、なので負けた人が上がっていきます。最後ビリだった人たちに今回は豚にちなんで一発ギャグをやっていただきたいと思います。ギャグかー、ギャグ系ね。負けらんねえな、負けらんねえな。ギャグ系、それでは豚ミントンのルールにのっとって3、2、1、ブー。おい、おい、あ、ゼロポイントー。一個言わせてください。この人ケツ向けてやってるんですよ。本当だ。鼻つけないと。空気こっちだよね。すごいね。一人で勝った。これは練習にさせてほしい。これは。ごめん、練習でお願いします。あ、いいね。じゃあ、仕切り直していきますよ。ごめんごめん。3、2、1。ブーブー。おお。すごい。え、こっちまで来ないと攻めらんないんだよね。あ、むずいんだね。むずいんだね。永遠に。やばいよ、やばいよ。どんどん頑張ってる。長いなぁ、いた子が。おい、いた、いた、いた。決め。パス。リングに近づいて。おお。パス雑すぎやん。やばいよ。違うゲームになってない。やばいってこれ。あ、あ、いや。なんで長いこれ。長いよ、ちょっと。ちょっとルール追加しよう。うん。膝つきでやろう。どうしよう。膝つきでやろうか。膝地面から離さないようにしよう。もうこれ今関係なかったから、こいつ。こいつの存在意義がなくなってたから。じゃあいきますよ。第2ポイント目です。3、2、1、ブー。やばい。お
でも今回は活躍しそうだね。ね、勝てそうだよね。うん、結構2個同時にやって、理由が生まれた。あんま良くないね。出てない出てないこれ。そっちへ戦うなよ。そっち来てくれ。完全に来んだよ。こっち来んだよ。ねえ、こっちのスキルが入ってきてる。入ってないよ。入ってる。入ってない、見てみ。ああ膝ついてる。はい、両者1ポイント。はい。2対1だよ。今2対1ですよ。 OK 3 2 1 ブーン。あれ、あ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 、どうぞ締めゲーやったナイスナイス。これってあれなんだね、多分一人むずいね。うん。じゃあ次行くか。よし、松村 VS ノイシズチームです。せーの、3 2 1 ブーン。いけという行為はなしで、褒めたらいい。あ、褒めそうだね。いいよみたいな。ここから2点取ればいいですもんね。はい、わかりました。3点だよ。3点。3点ですか。じゃあ、第2試合。せーの、3、2、1、ブー。強いしずやが。いいよ、いいよ、いいよ、書いていいよ。やばい、俺狙われて、狙われて。おお、すごい。あ、これはありですか。どうします？正直こうでもしないと勝てない。じゃあどうする？もう超えるのなしにしようか。次からそうしてください。で、大丈夫ですか？はい、もちろん。超えるのは、腕超えるのはなし。はい、このパパとママめっちゃ優しいよ。次からなしで。そうだね。マスカラ頑張ってやってね。今一回もやってなかった。わかりました。頑張って頑張って。はい、頑張ります。せーの、3、2、1、プー。しずやがうまい。風強いね。そう、しずや風強いんだよ。じゃあ行きましょう、ビリ決定戦です。はい、じゃあ締めしきって、チャカちゃんとノエルとシズ戦い、用意スタート。聞いてた。何をやってきたの。3 2 1 2。 いいよ、いいよ。シズ、その最初のアタックうまいね。うん、すごい。俺が、うん、いいよ、いける、いける、いける。ほい、危ない、危ない。いいよ、いいよ、いいよ。いや、いいよ、いいよ。やってからやってない。でもこれさ、これさ、相手にいるときは俺らも出て、せーの、待って、いろいろとね、まあ、反則がありまして、この試合。あの、まず、まあ、そっちに行った時にですね、はい、宮近選手、あの、両足立ってしまいまして、あ、はい、で、映ってなきゃいいと思ってる。映ってましたね。映ってた。で、あの、両者ともに、この柵を超えてました。あ、そうなんだ。はい、ね、向こう試合か。どっちも B なんだよ。なんか、どうなの？わかんないけど。じゃあ、ちょっと、あの、総監督ここにいるんで。総監督に決めてもらわない。どうなんですかね、これ。これは、チュンビールだ。クソが。マジか。反則は良くない。あ、でも監督がそう言ってるってことはもう絶対。絶対なんで。だから3人で。はい。あー、でも今度。ありがとうございます。今度。それではノエ、シズ、チャカの、豚にまつわる一発ゲーまで3、2、1。
ブー。どうも、ブタです。今からどこを触られても、ブタの鳴き声を出します。ブブ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 それ、おならじゃねえかよ。待って待って。普通におもろいんだけど、ちょっとおもろかったね。オープニングから考えてました。すごい。お前いや、お前らの顔見てたらもう負けなさ。ブブブブあれアドリブには弱いんだ。アドリブには弱いんだ。止めとかないで。それではしずやくん、本日の総評よろしくお願いします。お願いします。豚ってこんな鳴き声じゃないよね。 With ブブ以上、トビシャマでした。今からどこを触られてもいろんなどこを触られてちょっと待ってねえ、なんでよ、もうこれ以上は出ないよ。これでいいよ、これでいいけど、いや、もう一回、はい、いくつ、はい、多かったって。